オグニエン・ブラニエシュは、ユーゴスラビア・バニャルカ出身の同国代表サッカー、選手。シャルルロは SC 所属。ポジションは DF。同じくサッカー選手のストヤン・ブラニエシュは実刑。地元クラブの FK ボラツ、バニャルカで、プロデビュー。2009年、レッドスター・ベオグラードに移籍した、定位置確保に苦しみレンタルで放出された。2011年1月12日。 ロシアの FC クラスのダールに完全移籍。2012年12月12日、FC アラニアウラジカフカスに移籍。2013年5月、全十字人体断裂の重傷を負い、全治8ヶ月と診断された。2014年1月、トルコのエラズースポールに移籍。9月、チェコの1、FK プシーブラムでトライアルを受けたが、契約には至らず。 エラズースポルに復帰。2015年2月2日、ガズイアンテプスポルに移籍。2016年1月25日、双方合意の上で契約を解除した。2016年1月26日、スペインのスポルティングで、基本とシーズンいっぱいの契約を結んだ。この契約にはクラブが降格せず、かつ50%以上プレーした場合、契約を1年に延長するオプションがついており、 条件を満たしたためシーズン終了後にオプションが行使されたが8月23日に契約取り消しでクラブと合意した2016年8月25日 FC トムとムスクに加入しロシアへ復帰2016年12月22日ギリシャのエクアテネ FC に移籍2018年2月18日のクサンティ FC 戦でキャリア初のハットトリックを達成した 2018年6月20日、ベルギーの RSC アンデルレヒトと4年契約を締結した。2020から21シーズン前半は、バンサンコンパニ監督の下で4試合の出場に、止まると、2021年1月25日に、シャルル・ロアイス・シーへシーズン終了までのローンとなる。二千十年八月、UEFA ユーロ二千十二予選のルクセンブルク戦とフランス戦で、 ボスニア・ヘルツェゴビナ代表として初招集。11月17日、スロバキアとのフレンドリーマッチでフル代表デビュー。2014FIFA ワールドカップでは3戦目のイラン戦に途中出場した。ロベルト・プロシネチキ監督時代の2019年2月には、ファンとの対立や、戦争犯罪者、モムチロジュイッチのタトゥー、セルビア人歌手エレナ・カルレウシャとのスキャンダルにより、 代表を追放された。2019年3月27日、母国での休暇を終え、シャルルロア空港に到着するが、提示したパスポートではベルギーでの居住許可が期限切れとなっていることが発覚。警察に身柄を拘束され難民キャンプで人を、明かすが、翌日午前には入国が認められた。ありがとうございます。